小惑星探査機はやぶさ2が2回目の着陸に挑みます。狙うのは46億年前の姿を保っている砂や石。はやぶさ2の旅はクライマックスを迎えます。はやぶさ2は2019年2月小惑星リュウグウへの着陸に成功。表面から多くの砂が取れたと見られています。今回の狙いはリュウグウの地中に埋まっている砂。表面の砂と違って宇宙を飛び交う放射線や熱にさらされておらず、大昔の姿そのままだと考えられているからです。はやぶさ2は衝突装置から銅の塊を秒速2キロの速さで打ち出し、世界で初めて小惑星に人工のクレーターを作ることに成功しました。そして今回、人工クレーターからおよそ20メートル離れた場所に着陸します。この周辺にはクレーターから飛び散った砂や石が1センチメートルほど降り積もっていると考えられています。小惑星の地下にあった砂を地球に持ち帰ることができれば世界初となります。